視聴者の皆様、こんにちは。場合によっては、明けましておめでとうございました。こちらの動画では、イマジンチャンネルの創造動画、第81弾、2021年一発目の動画ということで、テーマで話させていただきます。こちらの動画、が、2021年最初に、私、イマジンがアップロードした動画になります。皆様、もう聞いている時期によってはね、もう2021年の、が始まった時ではないという方かなり多いと思いますが、すいませんね。今全然そんな時じゃないじゃんっていうふうに、もう、かなり後に聞いている方はそういうふうに思うかもしれませんが、今回の当動画は、2021年が始まりましたというテーマですので、2021年一発目の動画というテーマですので、このように分けていただきます。ちょっと、時期によっては全然、ちょっと今の視聴者の皆様に、あった話ではないかもしれませんが、ご了承ください。申し訳ございません。ということで、皆様、2021年がいよいよ始まりました。今年はどんな年にしたいでしょうか。いろいろ皆様も終わりだと思いますが、大変なこと、やらなければならないこと、など、いろいろと、もしかしたら嫌なこととかもたくさんあるかもしれませんが、もちろん多分楽しいこととか、意外と喜ばしいこと、朗報なども多分嬉しいことなども多分たくさんあると思うので、ぜひ皆様、2021年、楽しんでいければな、などと、私イマジンも思います。よろしくお願いいたします。で、こちらの動画では、まあ、2021年一発目の動画なんですが、2021年はどんな、こちらのイマジンチャンネルではどんな動画を投稿していくかという、そういう予定が今決まりました。撮った時現在の今ですが、予定がイマジンチャンネルの投稿、2021年動画投稿予定というのが決まりましたので、そちらをちょっと、こちらの動画にてちょっと報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。2021年は全部で200個の動画を投稿する予定で、言っておきます。あ、すいません。ちょっと話を始める前に少々お待ちください。こちらすべて予定ですので、私、イマジンの、がかなり忙しかったり、万が一病気にかかってしまったり、そのように何かあった場合は、必ずしも200個投稿できるとは限りませんので、十分ご注意ください。逆に、投稿できない時があって、ちょっと、YouTube 投稿の頻度が少なくなってしまって、200個より少なくなってしまう場合などもあるということを、事前にご了承ください。なので、必ずしもそうとは限らないことを、ご承知おきいただければと思います。それでは、予定に戻ります。2021年は200個の動画を投稿。2020年は、100個の動画を投稿するという、そういうことでしたけど、なんと2倍。200個投稿で、できるかわかりませんが、200個。この2021年1月1日現在の予定ではございますが、200個投稿する。こういうふうに予定しております。はい。200個。で、じゃあ具体的にどんな動画を投稿するのっていう、そういう話をいたしますね。具体的にどんな動画を投稿するかと言いますと、なんと、まあ、はたまた創造動画、今度100段まで、まず20個、81段から100段まで。20個。想像動画を20個投稿、させていただこうかな、などと。というか、まあ、とり、多分、もう81段から90段についてはすでに投稿されていると思います。何かない限り、消えてたりとか、何かアップロードミスなど何かない限りですが、多分、81段から90段は、もうすでに投稿されていると思います。もうこちら81段なんですけど、82段から90段ももう、81段と一緒に投稿、多分してあると思うので。インターネット上、YouTube のイマジンチャンネル上に多分あると思うので、81段から90段は、何かない限りは確実にあると思います。で、91段から100段は、ちょっとまだ、こちらいつ投稿するかはちょっとこの1月、2021年1月1日現在決めてないんですが、また近いうちに、もう時期によっては91段から100段もあるかもしれませんが、ない場合、
まだ投稿されていない場合も、結構ございます。91段から100段まで。ですので、そちらは、まあ、近いうちに、91段から100段の方もやろうかなと思っております。とりあえず想像動画は100段までお伝えしようと思います。で、その後、イマジンチャンネルの想像動画が終わったと、どんなことをするのって言ったら、ちょっといつもと変わらないんですが、またキーボード演奏動画、ヤマハキーボード演奏動画、そして、私イマジンがちっちゃい頃に、思い出動画などそういうものをお届けして、そういうのを合わせまして、全部で200個、2021年は全部で200個投稿させていただこうかな、などと、この2021年1月1日現在は考え、私、マジは考えております。よろしくお願いいたします。ということで、こちら2021年一発目の動画、イマジンチャンネルの創造動画第81弾。2021年一発目の動画、ということでございました。2021年もいろいろ大変なことなど、もう、まあ、最初にも言いましたが、2021年もいろいろと大変なことなどは、多分、結構多い方もいるかもしれませんが、多分、楽しいこと、朗報などもあると思うので、まあ、もちろん無理するのは良くないですが、一緒に楽しんでいきたいと、2021年も楽しんでいき、皆様と一緒に、楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また皆様もぜひ、暇な時はちょっと、時間どういうふうに使う、この時間どういうふうに使うかなとか、あまりやることないなっていう場合は、ぜひぜひ、こちらのイマジンチャンネルの動画もたくさん視聴していただければ、私としては大変嬉しいですので、もし、時間ありましたら、もちろん必ず視聴しないといけないという、そういうわけではありませんので、全然時間ある時で大丈夫なので、ぜひ、時間あったらご視聴いただければと思います。それでは、そういうことで、こちらの動画は間もなく終了いたします。今回はイマジンチャンネルの創造動画第81弾、2021年一発目の動画という、内容でお届けさせていただきました。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。んで、では、この後は創造動画が続く予定です。順番通りに聞く必要は全くございませんし、聞きたい動画だけ聞いていただければ全然大丈夫なので、全然それは気にしなくて大丈夫なんですが、82段、イマジンチャンネルの創造動画第82弾の予告をさせていただきます。イマジンチャンネル第82予告なんですけど、82弾では、82弾では、私イマジンが最近楽しんでいることについてというテーマで、テーマを設けまして話させていただく予定になりますので、ぜひぜひ時間のある方はイマジンチャンネルの創造動画引き続きお楽しみいただければと思います。それではそういうことでお願いいたします。2021年もどうぞよろしくお願い申し上げます。当イマジンチャンネルの創造動画第81弾を終了とさせていただきます。さようなら。